こんにちは、整体ニコニコサレンダーです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩み痛み改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。で、今日はですね、前回から引き続きまして、あなたに合わない靴を見抜く方法ですね、チェックの仕方についてお伝えしたいと思います。で、前回はですね、足の形を見ましょうということをお伝えしたんですけども、今日はですね、また違う、視点からですね、あなたに合わない靴をですね、見抜く方法についてお伝えしたいと思います。で、今日はできたらちょっと時間があれば2番3番とあと残り2つのポイントについてお伝えしたいと思っています。で、まずですね、特に今日お伝えする内容っていうのは、女性でヒールとかそういう革の靴ですねについて使われるチェック方法になります。男性の方でも使えるものもありますので、チェックしていただいたらと思います。でですね、ちょっと下向けますね。で、それから靴がないんで、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、こう足があった時に、ここに革靴が、ヒールの革靴があったとします。で、その時にちょうどこの足の甲と、足の甲とこの靴の隙間、ですね、ここにちょっと指を入れていただいて、指が丸ごとですねスポッと入るようでしたら、この足の甲とこの靴との隙間が空きすぎていまして、これはもう足が中でこう動いたりずれたりするので、足が痛くなったりですね、足が疲れやすくなってしまいますので、そうしますと、まあふくらはぎも痛くなったり膝痛くなる人もいますから、ですね、ここがですね、ちょうど指がこの足の甲とこのちょっと靴の隙間ですね、ここに指をこう入れて、指先がちょっと入るかなぐらいにの、サイズ感のものを選ぶです。これがちょっとズボッと入っちゃうと空きすぎです。なんと空きなさすぎてもこう痛いんですけど、ちょこっと先っちょが入るぐらい、指先がちょっと入るぐらいのものを選ぶようにしてください。これがまず2つ目のポイントになります。で、3つ目のポイントはですね、三つ目のポイントはですね、こう、つま先立ちをします。こう、つま先立ちをしたときに、かかとがカパッとですね、取れてしまう靴ですね。こうしたときに、カポッとかかとが抜けてしまう靴。これはですね、あなたの足に合っていませんので、つま先立ちをしてもかかとがスポッと抜けないものを選ぶようにしてください。なので、この、足の甲の隙間が空きすぎていないか。ことと、つま先立ちした時にかかとがスポッと抜けないかどうか、この2つでですね、選んでいただくと、女性の方のハイヒールであるとか、あと男性の方でもそういう紐がついてなくて、なんて靴かちょっとわかんないですけども、ありますよね。そういうのでチェックしてみてください。紐がついてればそのかかとが抜けたりすることはほとんどないと思いますけども、あまり大きすぎたらかかとが抜けますので、そういうものはちょっと大きすぎますので、あなたに合っていませんので、足が痛くなったり、疲れやすいとかですね、むくみやすい、足のむくみとかにもつながりますので、このこの間のと合わせて3つですねのチェックポイントでもって、チェックしてあなたに合う靴を選ぶようにしてください。ということでですね、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。